はい、どうもこんにちは、キです。今回もね、GTA バイスシティストーリーズの続きからやっていきたいと思います。でね、今回は久しぶりに CJ のね服装で、来ましたということで、今回はねこれでミッションやっていきたいと思います。で、久しぶりにねメンデス兄弟のミッション出てきましたね。なんでメンデス兄弟やっていきたいと思います。いや、ほんまに相変わらずいい家住んどんな、バーニングブリッジブリッジーズ全身はやめられんぞ。あ、ランスもおるやん。君たちと終わりだな、ディエゴ。終わりだぞ。え、なんか怒ってる。誰も死んでいない。文明的な紳士の人生だ。金はいただいた。もう君たちは自由だ。え、あ、自由なんや。よかった。怒られてると思った。もちろん町は去ってもらう。ビジネスは我々に任せてな。え、町去ってもらう。家族は誰も死なない。フェアだろう。まあ確かにフェアな気はするけど、利用するだけして全部巻き上げるのがフェアか。ランス、おこおこやな。君の態度と口調は実に不快だね。待ってくれメンデスさんよ、俺たちは大いに役立ったはずだ。約束も守った。なのにビジネスまで取り上げるのか。そうか、まあそうやな、ビジネスまで取り上げられたらちょっと嫌やな。消えてくれやって。生きてるだけマシだ。待てよ、あんたのためにいくら稼いだと思ってる。それも終わりだ。君たちは廃棄だな。やばい。は？あ、でも殺されへんねよ。え、なになになに、ここどこ。ろくなとこじゃない。俺らは敵が良すぎたみたいだな。え、目覚めやがった。さっさと終わらすぞ。これでも暗い。うわわわ、ダッセー、ダサいな部下。出られない、助けてくれ。え、なになに、炎の内側に戻る手段を探しランスを救出しろ。え、どういうこと。圧力、階段を降りて炎の内側へ行く道を探せ。まあこれね、ビッグは、炎効かんやん。効かんはずやのに。この炎はあかんねや。なんじゃそれ。え、武器持ってなかった。え、ちょっと待って、武器取り上げられたんやけど。マジ、さっきのミッションで武器取り上げられんねや。うわ、カメラとかあったのに。めっちゃ嫌やねんけど。カメラ没収された。最悪、めっちゃ萎える。マジか。せっかくね、カメラなんかチートで出されへんかったはずやからね。えやったーと思ってたんやけど、それもこれまでか。マジかよ。ちょっと待って、階段を降りて炎の階段を降りる。あ、ここか。やばいぞ、敵来てる。ほら、よら、よしよしよし。で、これで武器を回収すると。え、圧力を止めないと。ほら、オッケー。やべえ、ほら。まあね、ボーダーアーマーとか体力両方強化されてるんで、バルブを撃て。オッケー、バルブはあと2つ。めっちゃ来てる。よしよしよ。ヘリおるやん。最悪やねんけど。ちょっと待って、これ、うわ、迷路みたいになってるこれ。ほら、おさ、武器しっかりと回収していって。やばいやばい、なんか爆発してる。なんかいろんなとこが爆発してる。よし、でこれでバルブを、ちょっと待って、バルブ、オッケー、バルブはあと一つ。あ、なんかスナイパーある。絶対これスナイパーでやらなあかんやん。あ、ちゃうか、そういうわけじゃないんか。オッケー、あ、火の手は収まった。ランスを探せ。あ、 PCJ や。よっしゃ、爆発する前に出口を迎え。やべやべやべ、わあ、やばいよ。オッケー。
ランスはもうアホやなこいつ。相変わらずぶっ飛んでんな。最高だ。今度はメンデス兄弟と戦争かよ。大丈夫だぜ兄貴、俺は計画性のある男だ。少し時間をくれ。どこがやねん計画性って。なさすぎてこんなとこまで来てんのに。武器なくなっちゃった。いや武器は別にどうでもいいんですけど、カメラなくなったのが一番悲しいな。なんかマジかやばくなってきたな兄貴。でも俺がなんとかしてやるよ。嘘つけ。結局ここはどこなん。あここか、なるほど。オッケーオッケー。じゃあとりあえずあれやな、メンデス兄弟にも怒られ。なんかめっちゃ帰るようになってるやんこれ。サンシャインオートで、これはあ防弾 BF インジェクションやって。すげえ防弾なんや。ほうでこれはあこれはあれや、四輪バイクやな。いいね、こういうとこは結構バイスシティストーリーズいいよな。あこれで防弾リムジンね買えるようになると。なるほど。あでも黒色じゃないんや。あ色は変わるんか、普通に塗装屋さんで。防弾 BF インジェクション乗ろうか。じゃあねえこれなかなかかっこいいし、デザイン結構かっこいいし、防弾っていうね。とにかくメンデス兄弟はね、なんかあれやな、結局殺しに来たな。なんか生かしてもらえるだけありがたいと思えって言いつつ拉致って殺そうとしてくるっていうね。やっぱ反社のやつらはやることがちゃうな。もう今すぐね排除せなあかんわ。よしで、なんかこれでランスのミッションが出たんで、ランスのミッションやっていきましょうかね。うん、多分これでメンデス兄弟への復讐編みたいな感じでなっていくと思うんで。うん、ちょあれか、そう考えたらちょっともう終盤に近づいてきてんのかなと思いますけどね。ストーリーは全く覚えてないんであれですけど、とか言うてる間にあれやな、あそういえばあれやな、ミニガンも解放したんでちょっと使ってみたいけど、そうやこの際ね使ってみたいんやけど、とりあえずもうこのままランスいっちゃうか。何これブライ、お久しぶりやん。ちょっと待って、名前ど忘れした。まだ左腕を失ってない男、なぜここに。パーティーがあるって聞いてな、花火を持ってきた。ランスはあいつ大好きだぜ俺は。なんかランスってなんか人に好かれる才能があるんかな。おマジミッチメイカー、弾増えたか。あミッチメイカーちゃうわこれ、あのあれや違う方や、キューバ人やったっけ。名前をさど忘れすんのよ。メンデスのやつらが来てくれるわけだろ、だから兄貴の友達を呼んでパーティーを盛り上げようと思ったさ。すごいな勢ぞろいやんか。初めてまともなことをしてくれた、クソどもを蹴散らしに行こう。確かに初めてまともなことをしてくれた。あウンベルト・ロビーナや、そうそうそうウンベルトね。散らばってなるべく広い範囲を守った方がいい。助けが必要になったら、今回は強力な武器が必要だぜ。ハローミスター M4 やって。ちょっと待って、なんかダンス好きになっちゃったんやけど、なんかこのキャラめちゃめちゃアホみたいなキャラね。3つの物件がメンデスの手下に攻撃されてる。ランスと一緒に1つ目の物件を守れ。 M4 さえあればもう十分やろもう。お前だけかい M4 持ってんの、なんじゃそれ。俺はこのまんまかい。 OKOK、 まあなんとかいけるんじゃないか。よし俺はワルダが綺麗好きだぜ。もう全く何を言うてるかわけが分からへんけど、やつら退け始めた。いいね、なんか警察来てる。よしよしよし、あ警察来てはないんか。よしよしよし、
ランスを連れて次の物件に向かえと。あれやな、行き道に家寄れたらいいけどな。あの武器ね、回収できるんで。次の戦場に向かおうぜ。見たか、あの活躍を。 M4 貸してくれよ俺にも。あ、こっちか。めちゃめちゃおもろいやん、ランス。まあこういうね、はっちゃけた性格やからみんなに好かれるんかな。ランスと部下を守りながら敵を撃退しろ。これさ、降りひん方がいいんちゃう。ほらランスバンスレーター、うわうわ、ほらこうやって引き殺す方がいいんじゃん。だからランスも守れるし。おーらおーらおーら、あ、強い強い、最高に強い。よーしょ、ちょ部下引き殺してもうた。よーしょ、いいねいいね。ランスバンストランスに応答してやる。もう何言ってるかわけ分からへんけどな、相変わらず。よし、ここまで来たらなんとか倒せるんじゃないか。よしよし。でこれで物件の前に止めてある防弾車に乗り換えようか、せっかくやから。あ、来てる来てる。おっしゃ。あれやな、ランスってこん時から M4 好きになったんか、なんかお気に入りになったんかな。トミーにね M4 を渡すシーンがありましたけど、バイスシティで。何、敵を撃退しろと。 OK、 ほらほらほら、ドライブバイで。よっしゃ、おい、やばいぞ、もう弾が切れる、弾切れが起こりそう。おいおい、はい、ナイスナイス。やばい、ランスが、ほら、おお、ほい、めっちゃ敵多いな。ほいほいほい、ほら、ちょっと待って、めっちゃやばい、ランス、ランス危ないぞ、ランスやばい、ランス出せ、マジでやばいって、ランスが一気にピンチ、やばい、ランス、やばい、ランス死ぬ、どうしようどうしよう、めっちゃ来てるやん敵。ちょっと待って、もう弾なくなったんやけど、ハンドガン、ちょっと待って、ハンドガン、ちょっと待って、ランスをちょっとかばわないと、縦にならないと。おっしゃ、あ、よかった、これでクリアや。今ウンベルトとフィルからメッセージがあった、連中をまき散らした、あ、蹴散らした。いや、やるな、あの二人も。どうってことね、俺たちに勝てると思いやがって。まだ終わってないぞ。終わったよ、あとは本人たちだけだ。手助けしてくれる男を知ってる？ほう、オッケー、よかった、なんとかクリアできましたね。お、レニーダーリン、あなたが必要なの、いつも以上にね、ビッグ早く来て。え、レニー来ましたね。え、ちょっと待って、なんか一気になんか人が増えた。あ、ディアスや、ディアス、ランスで、レニー、ほうほうほう、増えましたね、なんかいきなりね。とりあえず今回はこれまでにしまして、で、あれよ、ちょっとミニガン見に行きましょうか。うん、せっかくね、なんかあのノースポイントモールでミニガンが買えるようになったとらしいので、ちょっとロケラン卒業してミニガン買いましょうかね。もうだいぶロケランもね、長いこと使ってきたんで。そうそう、でバイスシティでね、あんまりミニガンを使うことがなかったんで、
せっかくならちょっとミニガンね買って試し撃ちするとこまでやりましょうか。で次回からミニガンをねストーリーで使っていこうと思います。よっしゃ、でこん中入ろうか。ほい。で金はねもうだいぶ溜まってるんで、武器はどこやったっけ。物件ビジネスのおかげでねもうほんまに金はたんまりある。これモールめっちゃ広いけど人全然おらんな。でどこやったっけ武器屋さん。一回やったような気する。ああれあれや、アミネーション、これこれこれ。ほい。で防弾チョッキ買っとくか。これやミニガン15,000、やば。まあでも500発か。あでも待て、思い出したけどミニガン使っとったな。バイスシティ最後の方めっちゃ使っとったな。よっしゃ、でこれでもう1万発ぐらい買っとくか。あもうこれが上限なんや、1万発が。オッケーオッケー、いいね。レーザースナイパーライフル、うん、これ買っとこう。これ物件ではねあれ補充できないんで M4 買っとくか。 AK じゃなくてね。よっしゃ、オッケー。これでやっとちょっと強い武器が揃ったっていう感じですね。うん、で次からね、あそれミニガンちょっと試し撃ちしてみましょうか。おあのモールの中でやるか。行こう。ほーらつえやっぱつえ、ほーらやっぱり強いですね。まあでもなんか機動、やっぱ機動性がね、あっちの方があるけど、何だっけ、もう最強の最強のあれね、ライフルのピン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 みたいな音で撃つやつ、あれはね隠しアイテム99個でゲットできるんでね、いつでも隠れがれ、あっちの方がちょっと強いかなっていう感じはするんですけど、まあこれはこれでね結構ロマンというかねがあるんで、次からはねこれを使っていきたいと思います。はい、それではね、今回はこれで終わりたいと思います。ではまた、次どうしよう。次はレニか、あレニ行こうか。うん、せっかくならねレニのミッションからやっていきたいと思います。それではねまた、次の動画でお会いしましょう。バイバイ。Blurry vision, I fall into a trap that I made.